はい、しおたまです。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ、本当にありがとうございます。今日もハーブ園にしたいというところにやってきました。前回ですね、ハーブの周りの草取りとかをしたんですけれども、たくさんの皆さんから温かいコメントいただきまして、本当に励みになりました。やっぱり耕作放棄をしていた場所なので、もう地道に地道に草刈りを続けて、草の生態を変えていくしかもうないんですね。もともと田んぼだったところなので、それをやっていきたいなと今考えているところです。できるだけ除草剤とかを使わない方法でできないかなと。あと一つですね、すごくいいアイデアいただきました。レンガとかブロックとかでこうエリアを分けたらどうかっていうご提案いただいたんですけども、まさに本当そうですよね。やっぱりまずそうやってやることによって、ここには何が植わってるとかいう感じになっていくし、ゆくゆくはやっぱハーブ園はただ植えてるだけじゃなくて、見ていただくような、ちょっとくつろいでいただくような場所になるといいなーって思ってますので、どうなるかわかりませんけど。ちょっとエリアを区切るっていうのを参考にさせていただきたいと思います。本当に視聴者の皆様ありがとうございます。ということで今日は前回はハーブの周りの草をということだったんですけど、この岸ですね、もう周りがすっごい草になっているので、今日はそこを買っていきたいと思います。今日はですね、カボスカンパニーの草刈り機です。これを使ってやっていきたいと思っています。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは暑いのでですね、社長から30分でやめろと言われておりますので、急いで買っていきたいと思います。それでは安全に気をつけてやってまいりましょう。
る汗とは見えてですね、ここです。うわ、なんか、まあ、植えたところからは外れてるんですけどね、さすがにハーブを食べてる感じは全くなくてないんですけどね、ずーっとベルト状にイノシシがほじくり返していて、でここにもちょっと、でこの先もですね、奥もこんな感じなんですよね。やっぱイノシシが出るわな。植える前にほじくり返してくれてたらね、トラクターいらないんやけど、中わけにもいかんしな、雇い道ではないので。で実際はどうかというと、ハーブはこんな感じでちゃんとこの炎天下の中育ってます、根付いてますね。まあ、これだけ根付けばね、広がるのは皆さんがご心配する通りよく広がるので、スペアミントもちゃんと育ってますね。スペアミントの方が今回元気がいいということを発見しました。さあ、石君ちゃんにいただいたマンジェリコ、そう、ここら辺はね、もうビオラが手に召されてるらしい。草取さんのアドバイスの通り、もうどこにあるのかも土に戻ってしまってわからないという。で、マンジェリコンは、あれ、マンジェリコンはどこだ、マンジェリコン。ドキッとしたわ。踏んでしまったというか切ってしまったかと思ったけど、こちらでございます、マンジェリコン。ちゃんとね、根付きました。そうそう、あ、よかったよかった、根付いてる根付いてる。もうハーブはね、1本でも2本でも根付けば大体どんどん広がる習性もあるので、それに期待しましょう。作業動画はだんだん、あの、最初のオープニングの時は涼しい顔してますけど、だんだん、あの、汗だくになってお見苦しいの、あの、映像になっていくかもしれませんが、ご容赦ください。ですね、ちょっとこっち側に結構
イノシシがほじくり返したりしてるので、できるだけイノシシが入りづらいように、まあ、こっち側の岸の方もですね、ちょっと今日は切って、それで終わりにしたいと思います。最後までのご視聴本当にありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン
よろしくお願いいたします。それではまた次回のトヨタマ散歩でお会いいたしましょう。バイバイ。あ、そうだ、どんな風になったか前景を映します。こんな感じでかろうじて覆いかぶさってた分だけは刈りました。